武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それではですね、東京海洋大学の英語を話していきたいと思いますが、英語に関しては時間60分で大問が3題出題されています。で、一応募集要項には和文英訳という形で書かれているんですが、和文英訳は確かに和文英訳なんですが、英作文を1行がっつり書くというよりは、基本的には単語だったり、並べ替えて形変えて記述する、正序英作ですねなどの形式をとっていますので、純粋な英作文の参考書を仕上げるというよりは文法の対策になるかと思います。で、問題の形式としては日本語が最初から与えられてて、それに合うように文章を並べ替えたり、言葉の語形変化ですねさせたりして作っていくという形になっていますので、基本的な対策としてはネクステージなどの文法問題集の回答を記述で書けるようにすると。で、それをもう対策していくのがまず、手っ取り早いかなと。プラス正常ですね、並べ替えの対策をしっかりやっておくことが重要になるかと思います。で、割とその熟語前置詞だったり、そのあれですね、熟語の並びちゃんと覚えておかないと解けない問題が結構あるので、イディオム、速読英熟語などで一通りしっかり覚えておいた方がいいでしょう。時間もそれほど、試験時間が60分と長いわけではない、中で、解いていかなきゃいけないので、もう知ってるか知らないか、またそのちゃんと形を覚えてるかどうかっていう、要は覚えててちゃんと書けるかっていう、難易度そのものはそこまでちゃんと対策しては難しいものではないので、入試の傾向に合わせてしっかり対策をしておくようにしてください。英語は以上です。